こんにちは、B レジェンドの土本です。今日はアームカールのバーベルとダンベルの効果の違いと使い分けについて解説させていただきます。B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、上腕二頭筋、腕を鍛える代表的な種目であるアームカールの、これもバーベルとダンベルで、微妙に効果、目的が違ってくる場合があるので、そのあたりを解説させていただきたいと思います。両方ともですね、鍛えられる部位っていうのは、上腕二頭筋、この力こぶができるところなんですけれども、私自身もバーベルを使ってトレーニングする場合も、ダンベルを使ってトレーニングする場合もありますので、そのあたりをどういったことをポイントにしながらトレーニングしているかっていうところもお伝えさせていただければと思います。それでは実際にですね、バーベルアームカールのまずやり方から説明していきます。足はですね、だいたい腰幅ぐらいに開いていただいて、バーベルを肩幅で握ります。手の指で握るよりは手の腹でしっかりと握るように意識していただいて、このままですね、肘を少し締めて固定した状態からバーベルを持ち上げていくと。で、持ち上げて上腕二頭筋、腕を収縮させたらそのままゆっくりと戻していくと。これがバーベルのアームカールになります。バーベルのアームカールのまずメリットなんですけれども、これは両手で重さを支えているので、これもですね、以前にご案内した、ベンチプレスと同様なんですけれども、重たい重りをですね、持ち上げることが、可能なのかなと思います。さらに、肘も締まりやすく、動作は安定しやすい。ですので、フォームがあまり、崩れる心配なく、上腕二頭筋に、しっかり刺激を入れれるというところはバーベルのメリットかなと思います。バーベルのデメリットなんですけれども、バーが、下ろした時はこの太ももの前から後ろにはいかず、そのまま曲げていく際も、ここからですね、上に上げることもできないので、可動域が、この位置で、限られるというのが、最大のデメリットかなと思います。さらにですね、このバーの種類によっても、ストレートバーとまっすぐなバーでバーを握ると、上げた時にちょっと手首の柔軟性で、重たい重りを扱うと手首を痛めてしまうという、可能性もあるので、そういった場合は、こういったイージーバーですね、曲がっているバーのハの字に握っていただくと、手首がですね、少し内を向く状態のまま、上げることができるので、手首の柔軟性不安な方も、安心して行っていただけるかと思います。この場合はですね、どちらかというと親指側に少し負荷がかかる状態になるので、上腕二頭筋、ないしは、上腕筋と呼ばれる、腕の筋肉も、働きますので、そのあたりは注意していただければと思います。次に、ダンベルのアームカールなんですけれども、動作はバーベルと、ほとんど同じでですね、この状態でダンベルを握って、このまま上に持ち上げていくと。こういう動作が基本の動作になります。ダンベルの一番のメリットなんですけれども、基本の動作は先ほどご案内した通りなんですけれども、ダンベルの場合ですね、スタートポジションっていうのを自由に決めることができます。上腕二頭筋の場合ですね、少し胸を張るように開いていただくことで、上腕の二頭筋が伸びやすくなるので、こういうふうに最初の段階で肘を締めていただくと、より、上腕二頭筋が引っ張られた状態から持ち上げるということも可能になります。さらに上に上げた時もですね、バーベルと違って少しひねることによって上腕二頭筋の収縮感も得れるというところの、可動域が自由に取れると、取りやすいというところがダンベルのメリットかなと思います。ダンベルのデメリットに関しては、やはり左右がバラバラに動きます。自由度が高いのでコントロールするのは難しくなります。ですので、ある程度上腕二頭筋で重りをコントロールする負荷で行うというところは、重要なのかなと思います。今日はですね、アームカールのバーベルとダンベルの効果の違いと使い分けについて解説させていただきました。私自身もトレーニングする際はバーベルも行いますし、ダンベルもこれも行います。でですね、その時によって、今日はダンベルにしようと、バーベルのセッティングがね、少しね、プレートをつけたりっていうところが手間だったり、そういうこともあるかと思うんですけれども、いろんな要素から、目的に合わせて取り入れていただければなと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やセールのご案内をしておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。